フェンダーフェンダーは、レオフェンダーが1946年に創業した楽器メーカーである。主に、エレクトリックギター、アンプの製造を行っている。本社は、アメリカ合衆国アリゾナ州、スコッツゲールにあり、製造拠点として、カリフォルニア州のコロナ工場、メキシコのエンセナーダ工場を持つ。カスタムショップの所在地や上位機種の製造は、 コロナ工場で行っている。またその他、スクワイアやアーティストシグニチャーといった廉価版楽器の製造した受け会社として、サミックやサハン、コルト、ダイナ楽器などが受け負っている。旧社名は、フエンダーエレクトリックインストルメントマニュファクチャリング、カンパニー、エレクトリックギター、エレクトリックベース、ギターアンプの製造販売を行う会社としては、同じく、 アメリカが衆国のギブソン社などと並んで世界でも屈指の企業として認識されている。またソリッドボディのエレクトリックギターを世界で初めて量産したことでも知られる。なおフェンダーアンプに関しては独立して別行を設けているためそちらを参照。前身は1938年にレオフェンダーがカリフォルニア州フラートンで創業したフェンダーラジオサービスフェンダー。 S ラジオサービスで、ラジオ受信機や音響機器の修理を行っていた。1945年に、フェンダーは、ドク・カウフマンと共に、K、K&K マニファクチャーリングを設立。スティールギターとアンクの製造を開始する。しかし1946年、カウマンとの共同経営は、解消。1947年社名を、フェンダーエレクトリック・インストゥルメント・カンパニーに、改名する。 エレクトリックギターは1920年代後半から数多くの製造業者によって作られていたが、それらの多くは胴体の部分が中空のホローボディと呼ばれる構造であった。また、ソリッドボディ、胴体部が中空でない構造であっても、リッケン・マッカー社のハワイアンギターのように特殊な双方向けであったり、ポール・ビグスビー製作の通称、ビグスビーギターのようにオーダーメイドであったりしたため、 量産型のソリッドボディのエレクトリックギターは存在しなかった。デスポールもソリッドボディのギターの開発を進めていたが、ギブソン社からデスポールモデルが発売されたのは1952年である。フェンダーは1948年頃にソリッドボディのエレクトリックギターの試作品を完成させ、1949年にエスクワイヤーとして発表。 1950年にはブロードキャスターを発表。1951年にテレキャスターに解消。その理由は、グレッチ社のドラムに、同音の商標。綴りは、ブロードキャスターのモデルが存在したからである。対応を迫られたフェンダー社は、極端機関だが、ヘッドのデカールのモデル名を切り取って、販売を続けた。これは、通称、ノーキャスターと呼ばれる。実質的には、 テレキャスターが世界初の量産型のソリッドボディ型のエレクトリックギターといえる。同年世界初のエレクトリックベースであるプレシジョンベースを発表。フレットを採用し正確な音程を得ることができるプレシジョンベースは当時革命的であった。1954年にはストラトキャスターを発表。その後も1958年にジャズマスター。1960年にはジャズベース。 1962年に当時の最高級機種であるジャガーを発表するなど、現在も多くのミュージシャンに愛用されている名器を生み、出た。フェンダーのギターやベースの特徴として、ソリッドボディの量産以外にボルト音によるデタッチャブルネック方式が挙げられる。従来のセットネック方式、ニカワでの接着に比べ格段に修理などが容易になり、この方式は現在多くのギターメーカーで、 採用されている。エレクトリックギター産業の先駆者として多くの楽器を発表したフェンダーだが、1965年に CBS 社に売却され、法人としてのフェンダー社はなくなる。また、同年、VC スキーヤ社を買収する。同時に、フェンダーは経営者から技術顧問として同社に残るもわずか数年で退社している。健康上の理由と、 新たに開発した技術を新体制のフェンダー社が積極的に採用しなかったためとも言われている。その後は、楽器業界の低迷による売上げの低下による業績不振、さらにフェンダー社製品の品質低下に加え、廉価なコピーモデルの大一によって自社の市場が脅かされるなど企業として弱体化が進む事態を迎え、1980年代初め頃には、 ストラトキャスターなど看板商品が一時生産を終了するにまで至った。1982年に日本での販売拠点としてフェンダーと富士元を筆頭株主とし山野楽器や神田商会などが出資した株式会社フェンダージャパンを設立する。1985年 CBS 社の楽器部門の撤退によりヤマハなどに在籍していたビルシュルツを 最高経営責任者に迎えてフェンダー社が再興される。同年に製造拠点を失っていたため、富士ゲの技術支援の元コロナ工場を建設。1987年に新たな工場拠点として、フェンダーと富士ゲでそれぞれ4800万円を共同出資し、メキシコ法人のフェンダーメキシコを設立する。同年にオーダーメイド部門のフェンダーカスタムショップを設立。 1997年にバブル崩壊後多大な負債を抱えていた富士元がフェンダージャパンとフェンダーメキシコの株式を売却しフェンダージャパンは吸収合併され消滅フェンダーメキシコは完全子会社となる2012年に新規株式公開 IPO を申請同社は2.4億ドルの長期負債を抱えており IPO で調達した資金は 負債の返済に充てるとみられている。IPO を申請時の株式保有率は、ベイウエストン・プレシュディオが42.92%、山の楽器が14.28%、神田商会が12.85%となっている。2015年3月20日、山の楽器との販売代理店契約を終了し、フェンダーが日本に現地法人を立ち上げることを発表した。 4月1日より新たに立ち上げられたフェンダーミュージックジャパン式会社が業務を引き継ぐ。フェンダーカスタムショップはカリフォルニア州のコロナ工場の一角に構え、顧客からギター、ベースのカスタムオーダーを受注し制作する部署である。レオ・フェンダーが去った後、楽器製作に精通したスタッフが乏しく技術力が低下していたため、1987年に 不次元から杉本真羅技術指導チームを招き、ハイエンドを製造する前身の部署が設立された。またスタッフも外部から、ジョン・スワ、ジョン・ページ、ラリー・エルブルックス、マイケル・スティーブンスら著名なビルダーを招き徐々に、名声を広げていき、現在の形へとなった。あえて古い製法を復活させたり、レギュラーラインには使用されない名木を使用したギター、 長年の使用によってついた傷や汚れ、サビなどを再現し、使い込まれたような加工、エージング加工する、新たな技術を投入するなど、特別仕様となる。有名ギタリスト本人が使用している、アーティストモデル、およびユーザーから発注を受けた、特注品、楽器ショーなどに展示される、ワンオフ生産のギターは、カスタムショップで制作されている。近年では、 プロのアーティストが使用していたギターの傷や特徴などを細かく精査し細密に再現したトリビュートシリーズなどがある。マスタービルダーが手掛ける製品にはそれぞれのビルダーならではの思考や個性が反映されたものが多い。昇進や移動等で製造職から離れたビルダーや退社後に独立して自身のブランドを立ち上げるビルダーも数多く存在する。役職としては 以下の通り製品を大別すると以下の3種類。フェンダーは現在メインの生産拠点であるカリフォルニア州のコロナ市の工場と廉価版製造が主であるメキシコのエンセナダ市に自社工場を構えている。日本の楽器店頭ではコロナ工場製造のものをフェンダー USA、エンセナダ工場生産のものをフェンダーメキシコと呼んでいるが実際にはそういった名称は存在しない。 その他、参加のブランドには、ギルド、グレッチ、ジャクソン、シャーベル、ビグスビー、タコマ、SWR、3等がある。2014年にギルドギターカンパニーが、コルドバミュージックグループに、グレッチが DW にそれぞれ売却された。1982年から2015年3月まで存在した日本製ブランド。1970年代以降、 日本の楽器市場でフェンダーギターの海賊版が出回り始めた。フェンダー社はその主な製造先であった東海楽器、製造に対して訴訟を起こし販売停止に追い込むなどの対抗弾が取られたが、価格の面で海賊版を完全に駆逐することができなかった。そのため、最終手段として自身も日本に製造拠点を置いて低価格なギターを販売することにし、 1982年に、当時の国内代理店であり、筆頭株主でもあった、神田商会の仲介の下、アイバニーズや、グレコなどの下請け製造をしていた、不次元楽器製造、原不次元とフェンダーの共同司会社フェンダー、ジャパン株式会社を設立した。この時、当時の筆頭株主であった、山野楽器と神田商会も共に共同出資を行い、ホテルグランドパレスにて、 設立発表も行われた。設立後は、不次元楽器製造が製造担当となり、国内向けの廉価版シリーズをスクワイア、組み立ては大な楽器、ワンランク上の製品をフェンダージャパンとして販売開始された。設立当初のフェンダー社の計画は、日本国内のコピー品の駆逐とスクワイアブランドの廉価品のアメリカ国内及び海外販売を目的としたものだった。 しかし、1985年に CBS がフェンダー社を売却し、当時社長であったビルシュルツが経営権を買収したが工場は含まれなかったため、製造拠点を失っている。そのため、新工場が設立されるまでの間、日本の富士原が製造した製品がフェンダー製品として世界中で販売された。海外向けのスクワイヤー。 1983年から1987年、及び、フェンダー USA ヴィンテージリ、イシューシリーズ、1987年までの製造は、不次元によるものである。バブル崩壊後、フェンダーメキシコなどの設備投資で、大きな負債を抱えていた不次元が1997年に、フェンダーメキシコ社と共に、フェンダージャパン社を売却。完全子会社化したフェンダーは、 フェンダーメキシコ社のみを残し、フェンダージャパンはスクワイアへと統合され、幕を閉じられた。フェンダージャパンが解散後、代理店であり株主でもあった、神田商会が新たなビジネスとして1997年中に、フェンダーから商標のコピーライセンスの使用許諾を得て、フェンダージャパンを自社のプライベートブランドとして再興させた。開業当初は、東海楽器製造や寺田楽器、 アトランシアなどの外注で木工などの製造を行い、当時自社ブランドなどの楽器組み立て工場として持っていた子会社のダイナ楽器で組み込みをし、販売をするというスタイルであった。その後、2007年にダイナ楽器が設備投資を行い木材加工も可能にし、自社生産のものをメイドインジャパンと刻印するようになった。2008年には完全に 自社グループ内で製造するようになった。両者を見分けるポイントは、シリアルナンバーであり、フェンダー氏会社時代の不次元製造のものは、マデインジャパン。神田紹介ブランド以降は、木材加工などの製造が外中で、組み込みが、イナ楽器のものは、クラフトットインジャパン。完全に、イナ楽器が製造しているものは、マデインジャパン表示となっている。アメリカの本家フェンダーには存在しない。 オリジナルモデルや生産が終了したモデル、マーカス・ミラー、リッチー・コッツェン、イングベイ・マルムスティーンなどのアーティストモデル、ムスタング、スティールギター等のマニアックな復刻モデルの発売など、日本独自やニッチな市場にも向けた商品展開が特の一つである。2015年3月20日、同年4月に、フェンダーが日本支社のフェンダーミュージック株式会社を立ち上げに、伴い、 神田商会とのライセンス契約を3月31日をもって終了し、同時にフェンダージャパンブランドの終了が発表された。以前からフェンダーの下請け会社でもあった第7楽器によるフェンダージャパンの生産ラインはフェンダーのジャパンエクスクルーシブシリーズとして組み込まれ、4月から販売が開始された。しかしこれは過去にギブソンの製品の輸入代理店が 山の楽器からギブソンジャパンに移行された時期と同様に地方部の販売店のように大量の仕入れが困難店舗や他社のコピーモデルを販売している店舗には商品を卸ろさないという事例が多発しており問題となっている。同年7月22日、エビスガーデンホールにてフエンダーローンチパーティーが開催されフェンダーの楽器を愛用するアーティストが集結し 今後は輸入代理店を介さずにアメリカから直接日本届けることが可能になったことを披露した。現在フェンダーは海賊版対策として自社製品の下請け会社や元下請け会社などに限定して自社のコピー品の製造をライセンスを与えることで認可している。主な企業は以下の通り、ここでは派生モデルも別のギターとして扱う。 派生モデルが未編集の場合、元のモデルを参照。過去に製造され現在は製造していないモデルも含む、もう参照。フエンダーは2016年1月にインイヤーモニターメーカーであるオーサーニックス社を買収し、イヤホン業界に参入した。オーサーニックス社は2011年にデイルラットが創業。当時は1名のみだったが、 2014年時点で従業員25名規模となり、業務拡大に伴い本社も3倍のサイズの場所に移転している。当時の製品の特徴として、筐体は 3D プリンターを使用して成形し、塗装やドライバー等の組み込みも手作業で行っていた。複数のドライバーが組み込まれているイーム製品について、ネットワークを用いずに音響ダクト等を工夫し、 チューニングでバランスをとっている。フエンダーに買収された後もこれらの特徴は製品に引き継がれている。創業者のデイルラットはそのままフエンダーに移籍し、同社のイヤホン開発を手掛けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。